こんにちは、速稼塾の久保です。菅新総理と中国の習近平国家主席の電話会談が30分ほど行われたそうなんですけども、どんな内容だったのか、それが私たち国民にとって看過できるものなのかどうなのか、記事を元にしてちょっと考えてみましょう。それでは画面切り替えます。日中首脳会議、緊密連携で一致、習氏の国賓来日言及なし、初の電話会談ということですね。新総理は25日夜、中国の習近平国家主席と就任後初の電話会談に臨んだ。両首脳は今後も首脳間を含むハイレベルで2国間、地域、国際社会の諸問題について緊密に連携していくことで一致した。首相によると新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期された習氏の国賓来日に関しては言及がなかったということなんですね。でちょっと記事を進めますけども、首相は会談で日中の安定は2国間だけでなく地域国際社会のために極めて大事なことであり、共に責任を果たしていきたいと伝えた。この後記者団に対し習主席の訪日について特にやり取りはなかったと説明したということなんですね。やっぱりね、日中の安定と言いますけども、日中が安定しないのはやっぱり中国が一方的に問題があるんじゃないかなと思う方も少なくないと思うんですよ。例えば尖閣の問題ね、この問題を無視して日中の安定共存は語れないと思うんですけども、どういうふうに考えてるんでしょうかね、この辺は。で、あとその他にもね、なんでねこんな状態になってしまったのか、世界の感染拡大ですね、こちらのパンデミックはどこに原因があったのか、これはアメリカのトランプ大統領の言葉ではないんですけども、中国が初期対応を誤って情報を隠蔽した、そして感染拡大を放置したことに重大な責任があるんではないかなと考えるのも致し方がないことだと思うんですよ。でここ記事の中央にありますけどね、一方沖縄県尖閣諸島周辺では中国公船の領海侵入が常態化、領空侵犯の恐れがある中国機に対する自衛隊のスクランブルも高水準で推移しているとありますよね。ですんでね、中国と手を組むことは、少なくとも中国共産党と手を組むこと、共存することは、これはね、不可能だと思います。それから国際間の問題について協力していきたいというね、菅総理の意思はわかるんですけども、じゃあ国際的な問題って何なのと、それはどこが起こしてるのってことなんですよね。ウイグル問題、モンゴル、チベット、少数民族の弾圧、粛清、こういったものは国際間の問題ではありますけども、その元凶となっているのは中国共産党ではないかなというふうに思うんですよね。でしかもこれにはもう多くの国がそのように認めてそのための行動を取ってるわけなんですよ。で日本がどういうふうな対応を取るのかっていうのは中国と手を組むことなのか、それとも中国を、手を切るのか、この二択になってくると思うんですよ。でもちろんね、中国全土に罪はないと思うんですよ。中国の支配体制に問題があると思いますんで、もしね、菅総理が毅然とした態度を取ってくださるなら、中国共産党の一党支配が終わって、民主化になって香港が元通りのね、みんなの愛される自由な香港になり、そして中国全土もそうなっていくこと、これをね進めることではないかなと思うんですけどね。近隣の諸国をね弾圧したりとか、国境を勝手に広げたりとかするような、こういうふうなね、すごい盗賊みたいな国家とどういうふうに日本は付き合っていいのか、非常に、問題が大きいことなんじゃないかなと思うんですよね。で、菅総理もね、できれば中国とも仲良くやっていきたいということなんですけども、仲良くやっていきましょうと握手を差し出す手にナイフを持って迎えるような手とね、なかなか難しいんじゃないかなと思っちゃうんですけどね。記事をもう一回読んでみましょう。ずっと後半の方に行きますね。中国国営新華社通信によると、習主席は歴史などで重大な敏感な問題を適切に処理し、新時代が求める中日関係の構築に努力したいと表明ということですね。で来年の東京五輪開催を支持する考えを伝えたということですね。中国はね、日本が最後の砦だと思いますので、欧米に無視され、東南アジア列強には嫌われということで、もうあと日本が本当にポイントだと思うんですよ。ただね、そういうふうにしてしまったのは誰なのかってことを考えると、よくよくね、日本が手を組むような義理はないのかなと思いますけども、ここはやっぱりね、考えの分かれるところだと思いますけども、皆さんいかがですかね。
私はね、日本が少数民族として中国に、統合されたりね、支配されたりする未来がどうしても見えて怖いんですけどね。私の考えすぎなんでしょうか。はい、ではね、今日は以上のような形でございます。はい、どうもありがとうございました。